現状今世界タイのそうですね。そうですね。人口の多い中国やインドで我々のポジショニングっていうのはほとんどないようなものなんで、競争相手にね立ち向かってインドでのお客様にサントリーを評価してもらいたい。どういう面に行くか、沿岸で地方ローカルな会社を買収してインドなんかやるっていうのは多分オプションとしてないんですね。我々は地元のルールでやったら絶対負けるんで、それぞれの国々でものづくり、我々が作ったものが本当にいいものだって思われるような、そういうことをストーリーをきちっと理解してもらう、我々は生かされてんだと、だから社会に我々自身が調整していかなきゃいけないんだ、こういう考え方を強く持って、ここをですね一途にしていかない。